柴田です。今回はこちら、東海タルボのレビューと、タルボといえばグレーの久志さん、久志さんの音作りをボスの GT1 でやっていきたいと思います。今回はですね、レビューと音作りの2本立てということで、このタルボなんですけれども、もともとね、あんまり人気がなかったんですが、三鷹楽器で90年代後半ですかね、再発売されて、その時からグレーの久志さんが使用するようになりました。そこからですね、一気に認知度が上がって、人気ギターの一つになっております。最大の特徴はですね、このボディ。ボディがアルミ材なんですよ。ギターなのに木ではないというところがやはり最大の特徴ですね。音はね、なんかカーボンみたいな感じですね。塗装があるのでアルミっていう感じはしないんですけれども、やはりね、木とは違う、ちょっとカチカチしたような感じの音がします。重量もね、割と重くて、まあでもバランスはね、非常にいいですよ。少しここご覧いただきたいんですけれども、塗装の割れが出てきております。逆にこれ塗装をね、全部剥いでアルミにした方が実はかっこよかったりするかもしれないですね。久志さんはまさにそのアルミボディのタルボを使用しております。ボディがアルミということで、ちょっとね、木よりもクールな感じというか、冷たい感じの音がするんですよ。久志さんがどの楽曲で使用しているかというと、よく目にするのはウィンターアゲインですね。ウィンターアゲインで使用している印象がですね、僕は非常に強くて、このアルミボディの冷たい感じがあの曲に非常にマッチしてます。なので今回はですね、ウィンターアゲインの久志さんの音をボスの GT1 で作ってみたいなと思っております。このアルミのボディの冷たさがあのウィンターアゲインに非常にマッチしているんですけれども、ちょっと冷たい感じがしながらも温かみがある、あの音はね、特にライブの音がめっちゃかっこいいです。独特な感じのあの久志さんの音がウィンターアゲインをめちゃめちゃ引き立ててますね。まあ、どういったところがすごいかというと、まあ、理由はいろいろあるんですが、まあ、さっきお伝えした通りですね、こう冷たい感じなのになぜか温かみがある、まあ、使っているエフェクターは、まあ、ハーモニストとリバーブとディレイ、まあ、そのあたりがですね、相まってああいう音になってると思うんですけれども、結構ハーモニストとリバーブは割とね、ちょっと冷たい感じなんですよ。ディレイで温かみを出してるのかなっていう風なですね、僕の今イメージがあるんですけれども、久志さんが使用しているのはボスの DD20 というディレイですね。これは僕もですね、レビューをしているのでぜひぜひご覧いただきたいんですけれども、ディレイの音がですね、豊富に入っていて、まあアナログはもちろん、デジタルももちろんなんですけれども、テープエコーだったりとか、ちょっとデジタルよりも生感があるようなディレイを出せるあのエフェクターだからこそできているのかもしれないです。そしてもう一つ、このサウンドのすごいところは、イントロの単音、そしてサビのおぶりで、あとギターソロのバッキングとしてですね、使用しております。この3箇所で同じ音を使用していく、しかもめちゃめちゃ引き立てているっていうところがすごいですよね。テルさんの声のおぶりにも非常に合っているし、タクロウさんのソロの音にも覆いかぶさるような感じで迫ってくる音、まさにですね、これは神音だなというふうに思いました。その音作りに挑戦してみたいと思います。では音作りやっていきたいと思います。まずはですね、マイクロキューブを使ってアンプで鳴らしていきたいと思います。で、最後はですね、ライン録音をして仕上げていきたいと思います。生音こんな感じです。ではでは、まずはですね、アンプ決めましょうか。アンプはまあマーシャルで最初は行っておきましょう。そしてエフェクトをね、ちょっとブースターをかけていきたいと思います。まずこれで鳴らしてみましょうかね。かなりいい感じの音ですね。これだけでももうちょっと下げて、まあ、ラットもね、使っていきたいなと思っているんですよ。なんかね、イメージ的には久志さんラット使ってるようなのをね、昔の雑誌で読んだことがあるような
今はね使ってないようです。こんな感じでいいんじゃないですかね。ラットドライブ30で、でアンプちょっと設定をね見ていきましょうかね。こんな感じでシンプル、若干ミッド上げてもいいかなというところですね。歪みはオーソドックスな感じでいきましょう。でこっから先ですね、足していかなければいけないのが、まずはどうしようかな、リバーブからいきましょうか。リバーブを決めちゃいましょう。ホールまで行っちゃっていいのかな。うんうん、なんか悪くないですね。ルーマにちょっと弱いんで、ホールかスプーン、ああこんな感じいいかもしれないですね。ちょっと強めにしてみましょう。まあ、この辺はねちょっとディレイとのバランスがあるので、一旦ちょっと下げ目で、うん、これぐらいで置いときましょうか。ちょっとディレイ先に行こうかな。ディレイをオンにして、お、いいですね。スタンダード、アナログにちょっとしてみたいなというふうな僕の願望がありまして、どうかな。うん、ああやっぱねアナログの方がハマるんじゃないかな。どうだろう、ちょっとデジタル、あテラエコーっていうのやってみましょうかね。あこれ違うね、これは違いますね。テープか、テープ、ちょっとやっぱね温かみがあるんですよね。アナログかテープか、そのスタンダードもね結構うん、ラインでね鳴らすともうちょっと違いがあるのかな。テープでいってみましょうか。いいんじゃないですか。でもう一個ねエフェクトをかけなければいけないです。これ、ね、ハーモニスト、まあ、ピッチシフターですね。ここを F1 をハーモニストでオクターブ上、1オクターブでいきましょうか。
なしにしてみよう。さすがボス GT1、 音を持っていきやすいですよね、非常にね。そしてアームがね、もしない方がいらっしゃいましたら、ここはペダルをね足していきましょう。ペダルをオンにしましょうかね。そしてワーミーね、ワーミーを1オクターブ上でつけておきましょうか。まあ、この設定をしておくと足でねアーミングができるような感じになるので、アームがなくてもね私さん風なアーミングができます。まあこんな感じでね、飛び道具としてお使いいただけるかなと。この音でライン録音してみたいと思います。